富士石油株式会社は、原油の生成や石油製品の販売を行う、企業である。京葉工業地域に製油所を持ち、燃料油は、井出光鉱山、エネオス、日本航空へ、ナフサ等の石油化学原料は隣接する、住友化学へ、重油はジェラへ、石油ピッチは、日本製鉄の主要工場へ供給している。子会社に、アラビア石油がある。百六十三年、 静岡県の太平洋沿岸の埋め立て地が最初の候補地となり、設計図が出来上がり、社名文字元の富士山にちなんで富士石油と決められた。検討局と企業との一体化した誘致を行ったが、三島市、沼津市、清水町住民によるコンビナート進出反対運動が起きた。その後、千葉県袖ヶ浦市の石油化学コンビナート建設計画に姿を変えて実現した。 社名はそのまま、富士石油となった。2020年9月末現在袖ヶ浦製油所中、袖吉、奥ホールディングス株式会社は、アラビア石油と富士石油の共同株式移転によって、2003年1月31日に設立された持ち株会社である。2013年10月1日に奥ホールディングスは、富士石油を吸収合併し、同時に富士石油株式会社に、 称号変更した。オチョドロゴ社名の奥は、アラビアンオイルカンパニーの略。グループは連結し、会社発社、及び持ち分法適用会社3社で構成される。石油、天然ガスの開発、生産事業、関連する技術サービス、石油生成、販売事業などを主な事業内容としてきたが、2012年12月に、石油、天然ガスの開発、 生産事業からの事実上の撤退を発表。2013年4月1日、参加のアラビア石油は、会社分割により、JX 飛行、日石開発テクニカルサービス株式会社を設立し、石油上流事業関連の人員を承継した上で、その全株式を JX 飛行日石開発が、グループの主要事業となる。これを受けて、2013年10月1日に置く。 ホールディングスは富士石油を吸収合併し、同時に富士石油株式会社に称号変更した。計11社、ありがとうございます。